変な方向に行っちゃったみたいなケースがすごくあるので、これ余裕で受かったしみたいな風に言ってくるウェイウェイしてる先輩ですね。だいたい派遣の人なんですよね。自分のキャリアもできてない人がなんで人のキャリアの相談乗れるんだよみたいなことが結構あったりします。皆さんに合った的確な情報を提供できますので、こんにちは、就活コンサルタントの竹内です。今回はですね、就活の相談をしない方がいい相手5選ということについて、お話ししたいと思います。誤った相手に相談すると間違った情報をもらって、より就活がこじれるということが結構例年起きてるんですね。で、まあ一応我々としてはですね、まあ、就活の相談を受けて、まあ、その指導する、まあ、プロとして仕事をしてますので、まあ、ある程度のね、情報の正確さと裏付けをした上でアドバイスはしてはいるんですけれども、よくわかんないところに相談に行って変な回答をもらってきて変な方向に行っちゃったみたいなケースがすごくあるので、すごくまあもどかしいわけです。相談をしない方がいい相手は全部で5選、まあ、5タイプあるということなので、今からそれについてお話したいと思います。1つ目ですね、先輩とかでですね、就活なんて何もしなくても余裕だよ、俺余裕で受かったしみたいな風に言ってくるウェイウェイしてる先輩ですね。すごくコミュニケーション能力が高くてですね、相手にうまく合わせることができるという才能のね、持ち主の方であれば、確かに何も準備もしなくても終わることもあるのかもしれません。しかし大体の人はそうじゃないんです。実際に先輩もものすごく就活対策をしてすごく苦労して、なんとかスレスレでね、内定を勝ち取ってふうという風になってるケースが多いんですけれども、ジタバタしたねっていう経験を後輩に語りたいかといったら語りたくないわけです。ってなるとどうなるかっていうと、何もしなくても受かったよみたいな感じでみんな言ってくるわけです。勉強できるやつがですね、僕何も勉強してないよとかって言っときながら、結局ね、死ぬほど勉強してて、試験終わった後にめっちゃ点数高くて、でその言葉を信じて自分も何も勉強しなかったらマジで点数取れねえみたいな、そういう経験一度あると思うんですけど、それと全く同じです。こういった先輩にはね、相談すると何もしなくて大丈夫みたいな、そういうね、よくわかんないアドバイスばっかり降ってくるので、やめた方がいいと思います。2つ目はですね、まあ、これも多い、皆さんが志望している業界以外で働いている大人ですね。特に民間で働いたことない大人に相談するのは避けた方がいいと思います。まあ、皆さんがね、就活してるのは民間企業を目指して、特に大手とか一流企業を目指して就活してるわけですよね。働いたことのない大人に、例えば民間じゃないとなると、まあ、公務員とか医者とかね、そういったケースあるんですけど、そういった人に相談をしても分かるわけないんですよ。よくこういった大人がね、分布しているのはどうかということなんですけど、まず一つがですね、キャリアセンターですね。もちろんキャリアセンターはですね、民間出身の人がキャリアセンター長、キャリアセンターの職員をやってるケースも当然あります。なんですけれども、その民間に受かんないからキャリアセンター行ってるっていうケースも結構あるんですね。就活なんて一回もやったことないし、民間企業のこともよくわからないという人間がキャリアセンターでキャリアの相談をしてると。加えてですね、そのキャリアセンターでキャリアの相談の人って大体派遣の人なんですよね。自分のキャリアもできてない人がなんで人のキャリアの相談乗れるんだよみたいなことが結構あったりします。皆さんの志望企業で行ったことがあるという人であれば、ぜひ相談していただければと思いますけど、そうじゃない人が正直大半なので、避けた方がいいんじゃないかなというふうに思います。これ以外もですね、親ですね、志望してる企業とか、まあ、あるいは金融業界の人とかとね、いろんな B2B の会社をしてたりするので結構詳しかったりするんですけども、そうじゃないような業界、例えば、まあ、うちの親はずっとね、介護業界で働いててみたいなね、話だったりすると、あなたがね、例えば金融業界とかで、ね、総合商社行きたいとかいうふうになってもよくわかんないっていう風になると思いますから、ちょっとやめた方がいいですし、よくあるのがね、その親戚のおじさんですごい面倒見たがりなおじさんがいてですね、でもおじさんも実は中身スカスカみたいなっていうのもあったりします。なのでやっぱりね、皆さんが行きたい業界に働いてないと、ちょっとそれどうなのってことがやっぱ多いわけですね。あとですね、意外と多いのが皆さんのバイト先の店長とかね、まあ、ついついね、店長にこう相談すると思うんですよ。皆さんが行きたい業界は、じゃあ飲食店なんですかとかね、カフェなんですかって言ったら、大体そうじゃないでしょっていう話だと思うんですよね。なのでそういった人に相談しても正直意味ないよということです。皆さんが志望する業界以外で働いてる大人、民間で勤務したことはない人は、相談するのを避けた方がいいんじゃないかなというふうに思います。3つ目ですね、高卒で働いている地元の友達とか先輩ですね。地方から上京して来られた方も結構いらっしゃると思います。まあ、いざ就活の時になってみるとですね、まあ、地元の友達が、まあ、工場で働いてたりとか、まあ、地方の、ね、会社で働いてたりとか、ジムやってたりとか、そういったケースがあると思います。で、まあ、一応皆さんからするとね、まあ、一瞬こう先輩に見えるということで相談したくなる気持ちもわからないでもないんですけれども、まあ、正直に言わせていただくと、その高卒の基準と大卒の採用基準は全然やっぱり違うわけですよ。相談して返ってくる回答の基準は大体高卒の基準での話になります。返ってくるアドバイスは結構的外れのケースが多いですから、それはやめた方がいいんじゃないですかということです。4つ目は何かというと、大学院の先輩ですね。もしかすると皆さんのね、研究室とかゼミにも大学院の先輩がいらっしゃってですね、ティーチングアシスタント、いわゆる TA みたいな形で関わっていらっしゃるケースもあるかもしれません。ついつい大学院の先輩にですね、就活について相談することももしかするとあるかもしれないんですけども、まあ、よくよく考えていただきたいのは、まあ、大学院の先輩っていうのは就活してないから大学院に行ってるわけですよね。
ないしはこう文系の大学院だったりすると、まあ、学部の時に就活したけどちょっとうまくいかないとかね、失敗したから大学院に行ってるっていうケースも結構あるわけなんですよ。相談相手として的確なのかというと、まあ不適格なんじゃないということがやっぱりあると思います。なので、まあ、大学院の先輩に相談するのもちょっと微妙なんじゃないかなというふうに思います。1つ目は何か、これ友達です。就活の時に友達を作ってそのまあいいことがあるかというと、大半はですねいいことがないケースの方が多いということです。あの年内とかね、早い時期の段階だとそのどこどこのインターンがあるよみたいな、そのインターン情報をねシェアしたりとかいうことについては、あいいことがあるかもしれませんけど、まあそんなのはねナビサイト見ればいつでも持ってるわけで、友達になる人は正直ないわけですよ。で年が明けると友達からねネガティブな情報が入ってきたりとか、まあだ俺はどこどこ受かったぜみたいなことを言われてねすごく泣いたりとかね、あるいはその友達に相談したんだけど友達はねライバルだったりするわけですよ。そうするとあえてちょっとね間違ったアドバイスをして蹴落とすとかね、そういったこともあったりします。まあそういったものを含めてですね、まあ友達にアドバイスしてもまあ、いい情報が入ってこないことも多いし、その逆にそのネガティブな情報を受け取って精神的に落ち込むこともあるし、まあ、友達は正直微妙かなというふうに思います。というわけで今回ですね、まあ、5つの相談しない方がいいタイプの人について挙げさせていただきました。もう一回おさらいをすると、1つ目が、大学の先輩で就活なんて余裕っしょって言ってるウェイ系の先輩、それが2つ目が、志望業界以外で働いてる大人で、3つ目が高卒で働いてる地元の友達とか先輩で、4つ目が大学院の先輩、5つ目が友達ということでした。で、まあ、総じてですね、まあ、この人たちはあの情報をそこまで、まあ、持っていない、まあ、持っていたとしても少ない、ないしは偏りがあるケースが、まあ、多いですし、その偏りのある情報がですね、その人たちにとっては正しかったとしてもあなたにとって正しくないというケースが結構あるわけなんですね。これは薬に例えて言うと分かりやすいんですけれども、薬っていうのは正しいその症状に対して処方すればそれは効き目があるけど、違う症状に対して処方するとそれが逆に毒になるということが起きますよね。それと全く同じで、情報っていうのは薬にも毒にもなるわけです。で、皆さんが相談する方が、ちゃんとした処方ができるかというと、そうでないケースがすごく多いということなので、相談する方はぜひね、慎重に選んでいただければというふうに思います。で、ホワイトアカデミーですね、全業界の先生が、いらっしゃってですね、皆さんに合った的確な情報を提供できますので、就活で悩んでるのであれば、ぜひ相談に来ていただくと、すごく就活が進むんじゃないかなというふうに思います。やっぱり人生で1回しかない就活ですので、失敗せずね、効率的に進めたいという方は、ぜひね、一度ホワイトアカデミーに来ていただくと、状況が結構劇的に変わるんじゃないかなというふうに思います。ぜひご検討ください。はい、というわけでこのチャンネルでは週に何本か就職活動に役に立つノウハウを配信しております。チャンネル登録をしてコメントしていただけた方には簡単な返信もしておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。では今日は以上です。ありがとうございました。労働時間が長すぎる、残業代が支払われない、働き方改革が進んでいる昨今ですが、世の中には職場環境があまりにひどいブラック企業が未だに数多く存在します。もしブラック企業に入社してしまうと、あなたの人生はめちゃくちゃにされてしまいます。しかし巷の就職エージェントや就活塾は、企業からマージンを得るためにブラック企業に無垢な学生を斡旋しています。彼らのせいで知らず知らずのうちにブラック企業に入社してしまうケースが後を絶ちません。この悲惨な状況を変えるべく立ち上がったのが、ホワイト企業入社に特化した完全個別指導型の就活スクール、ホワイトアカデミーです。ホワイトアカデミーは強力なサポーターがあなたの就活をマンツーマンで徹底的に支援します。週1回1時間以上の指導を受けていく中で、就職活動に必要な対策が完璧に整います。講師はいつでも親身にあなたの相談に乗りますので、あなたが納得のいく企業から内定を取るまでサポートが続きます。さらにホワイト企業のリストをなんと1万2000社分所有しています。このリストを用いたホワイト企業の分析、ロジカルシンキング力の養成、理想の人生を歩むためのキャリアビジョン設計、これらを通じてあなたは最高のファーストキャリアをスタートさせることができます。宿題や授業をオンラインでこなすことができるシステムもありますので、もしあなたが地方や海外に住んでいたとしても大丈夫です。ホワイトアカデミーのサポートを受ければ、あなたはホワイト企業から確実に内定を手に入れられます。万が一一社もホワイト企業に内定できなかったときは、授業料を全額返金いたします。業界ナンバーワンを5つ達成したホワイトアカデミーにぜひご相談ください。無料相談は
お一人ずつ丁寧に対応させていただくため、毎月20名しかお受け入れできません。少しでも興味があれば、お早めに無料相談会へお越しください。ファーストキャリアはあなたの一生を大きく左右します。ホワイトな大企業に入社できるのは新卒の時だけですので、ホワイトアカデミーで一緒にホワイト企業の内定を手に入れましょう。